こういった育成層を思うとき、万感胸に迫るものを禁じ得ません。長年私が広報課長としての責任を全うできましたのも、ひとえに諸君のご協力の賜物であります。不肖私ごときに尽力を惜しまず、無事定年を迎えさせていただきましたことを深く感謝するとともに、あなたの頼りが峠を越えて私のお家に届く頃。ドラマ杉原邦彦作コスモスのことづて、出演大和田英介、北村映像、妻安子、市原悦子、慎吾、中村忠、滝田、西山達夫。社長、多すぎますよ退職金が。世話になりっぱなしで終わったのに、その上、あれは社長としてじゃなく、かつての戦友としての気持ちだ。いや、しかしですね、大和だ、何度も言うようだが、二人の時ぐらいは昔のままで行こうじゃないか。いや、そんなことよりね、鳥取へ帰るとな、本気かい？はあ、いや、実はそんな気になるなんて考えてもいなかったんですけど、やはり年かな。今日もね、かの連中に挨拶してても時々ふーっと黙り込みそうになるんだ。あれはなぜかな、滝田。感傷なんだろう、やっぱり。感傷、うん、感傷か。まあ、お前のことだから止めても無駄とは思ったが、田舎に引っ込むと聞いたときはちょっと驚いた。お互いもうそういう年かななんて思ってね。そういう年だな。後ろを振り向くようになったら人間も大したことないね。どっかで釘をつけんと前に進めんような気になってくる。変かな。バカに誘ったようなこと言うけど、先のことはどうするつもりなんだ？慎吾君のことだってあのままなんだろう。ああ、もう2年近いだろう。まあ、いろいろあるんだろうが、田舎に帰ることなんだしな。別に意地を張ってるわけじゃないんだ。嫌なんだ、今の若いやつは。理屈じゃないんだ、生理的にダメなんだな。勝手に生きてるようで、他人なんかお呼びでないって顔してたまらん気持ちになるの。しかしな、大和田、子供のない俺には贅沢としか見えんがね。そうかな。いや、俺なんかいない方がどんなにか。はい、社長、まもなく会議の時間でございます。あ、分かった、すぐ行く。悪いが、ちょっと外せない会議なんだ。いや、私の方こそ忙しいところすみませんでした。で、東京はいつ立つ？あさっての予定なんだが。おうか、急だな。じゃ、明日の晩でもゆっくり飲もうや。開けとけよ。あ、そうしましょう。久しぶりに憂さを晴らすかな。社長の前で仕事の憂さ晴らしかい？え、あ、そうか。いや、これは申し訳ありません。いやいや、冗談冗談。定年？父さんが？そうよ、今日限りでおしまいだからね。こういう日は誰だって寂しいと思うのよ。やっぱり強がっててもお父さん脆いとこあるから。それに2年近くも冷戦続いてるでしょ。このままじゃ絶対良くないと思うのよね。だから。だから何さ？うん、だから分かるでしょ。お父さんも今日くらいは興奮しないんじゃないかって
穏やかに話をすれば。今さら嫌だよ俺、そんな気ないから。そんなこと言わないで。とにかく話ってのはそのこと。だったら俺行くよ。急いでこの車届けなきゃダメだし。悪いけど。じゃあさ、話はいいから今晩3人でご飯食べるだけ、それだけだったらいいでしょ。無駄だよ、そんなことが通る相手じゃないよ。結局飯食うだけで済まなくなるよ。俺嫌だからね。待って、ちょっとねえ、ちょっと聞いてよ。母さんたち田舎へ帰ることにしたの。だからこれっきりになるかもしれないじゃない。帰るって鳥取にかよ。そう、それもあさって。あさって？バカに急じゃないか。だからもう会えないじゃない。乗れよ、駅まで送ってやるから。え、だっていいから、車の中でも話できるさ。うん、それじゃ。初めて。あんまり触らないでくれよ、お客さんのだから。分かってる。レーサーってのはこういう車で走るの？そうじゃないけど。まだ夢持ってんでしょ。当たり前じゃないか、何言ってんだ。ちょっと聞いてみただけよ。でもいいわね、若さっていうのかな。母さん圧倒されちゃう。それよりどうしてさ、なんで田舎へ帰る気なんかなったのさ。うん、お父さんがね、もう都会は嫌だって、それしか言わないから。歳かね、父さんも。ねえ、ご飯だけでもダメ？ちょっとだけならな。本当？ああ、この車運んだら後開くから。ありがとう、恩に着るわ。誤解するなよ、田舎へ帰るって言うんなら最後に飯くらいと思っただけだから。うん、分かってるって。お父さん喜ぶわ、きっと。大人になったわね、あんた。しばらく見ない間に。調子が良すぎるんじゃないか。うん、本当にそう思ったのよ。工場行ったの今日が初めてじゃない？チラッとだけどあんたの働いてるとこ見たのよ。油だらけで汗ポタポタ落として真剣な顔して生かしてたわよ。ジーンと来ちゃっておかしかったわ。レーサーなんて派手な仕事だとばっかり思ってたから、あれ見たらお父さんだって分かってくれるわよ、絶対。男同士なんだから、二人とも。お父さん、二年ぶりじゃない。二年ぶりに慎吾が帰ったんだから。お前はどうしてそうなんだ。何でもうやむやにして済まそうとする。母さん、俺やっぱり。お願い、座ってよ。お父さん、そんな意味で呼んだんじゃないのよ。今日は定年なんだし、田舎へ帰るわけだし、誰だってちょっとは寂しいと思うから、それで三人で食事でもってそう思っただけよ。それが余計なことなんだ。そんなつまらん同情されて、男がはいそうですかってわけにいくか。ごまかされてたまるか。お父さん怒ってるの、慎吾がレーサーになるってことでしょ。それだったらね。そんな細かいこと言ってやせんだろ。俺の言ってるのはもっと大きなことだ。大きなことって？大きなことは大きなことだ。人の願いとか人の思いとか、そういうものを全く無視して勝手気ままに生きてることについて言ってるん。慎吾だってそういうこと無視してるってわけじゃないと思うけど。お前はこいつがしてきたことが分かってんのか。大学は辞める、勝手に家は出る、挙句の果てはレーサーだろう。親でなくたって理解に苦しむぞ。まあそりゃそうだけど、時代が違うってことも少しは考えてやらないと。だからと言うな。時代が変わったら人間が変わるか。人間の大事なもんが変わってたまるか。何言ってんだ、まったく。ベル。はい。いいか、こいつの年には俺はもう戦地にいたんだよ。やりたいことを全部取り上げられて泣き泣き言ったんだ。毎日玉の中くぐりながら俺は悔しくて悔しくてしょうがなかった。人間として生まれた以上、当然与えられていいはずの自由な時間ってものが俺たちには全くと言っていいほどなかったんだ。一生のうちの
一番大事な時期にゆっくりものを考えたり、書物を読んだり、音楽を聴いたり、心ゆくまで誰かと話したり、そういった静かで穏やかな時間を奪われたことが、そんな時代に生まれ育ったことがたまらなく悔しかったんだ。わかるか？そりゃそうでしょうけど。そういうかけがえのない時間を一度も持つことなく、俺たちは死んでいくのかと思った。事実何人もの若いやつが死んでった。人間らしい時を一度も味わうこともなくだ。かわいそうじゃない。ひどい話じゃないか。ビル。はい。お前たちはね、月並みだと笑うが、戦争で生きて帰った人間が自分の子供たちにはそういう貴重な時を大切にしてほしい。そう思うのは当然だ。本当のことだ。それがくだらんか？それを古いとかずれてるとかだけで済まされるか？そんなこと言ってやしないけど、だったら慎吾が自分の自由に生きるってのはいいことだと思うけど。意味が違うだろう。意味がそんなもんじゃない。自由ってのはもっと噛みしめるもんだ。俺が言ってんのは、多くの人間の犠牲によって作られた今の平和を素直に受け入れろということなんだ。平凡な人生を大切に思えってことだ。そのありがたさが分かってないからこそ、こいつみたいな勝手なことができるんだ。いいか、レーサーってのは生きるか死ぬかだろ。戦時中と同じじゃないか。全く。どうしてそうやって平和に逆らうような生き方を選ばにゃならんのだ。お父さん、そのことだけにこだわってる気がするけど、それじゃいけないと思うのよ。なぜ慎吾がそうなったかってこと。うるせえ。お前はどうなんだ。偉そうに言う。お前はこいつの勝手な言い分が分かるとでも言うのかよ。そりゃ全部は無理だけど、お父さんよりは分かろうとしてるわ。ねえ、聞いて。お父さん、今日初めて慎吾の工場行ったのよ。そしたら慎吾、汗流して油だらけになって働いてるの。すっごく真剣な顔してたくましく見えたわ。男って感じで、大人って感じで、感動したわよ。だからね、私たちが思ってるほど浮ついた気持ちじゃないと思うのよ。真剣だったら何をしてもいいのかい。分からんぞ俺には。いや、分かりたくない。そういう親の思いを裏切り踏みにじるようなやつは分かりたくない。そういう人間絶対に分かりたくない。いい加減にしろよ。甘えるのもいい加減にしろよな。何？慎吾。言っとくけどね、俺は父さんの説教を聞きに来たんじゃないからな。定年だって言うから、田舎へ帰るって言うから、少なくともそういう優しさで来てるんだからな。それに甘えて好きなことガタガタ言って、最低じゃないか。まったく。なんじゃ？優しさだと。待って、お父さん、お父さん、やめて慎吾。今日は何にも言わないって。お前にそんなこと言う資格あるか。優しさなんて言葉使う資格がどこにある。父さんに何が言えるよ。戦争終わってから何年経ってると思うんだ。自分ができなかったことは全部そのせいかよ。都合が良すぎると思うね。何年経っても戦争を言い訳に生きてる人間に何が言えるんだよ。もう一度言ってみろ。もう一度。お前何がわかる。戦争行ったもんの何がわかる。やめて。話せ。二人ともちょっと落ち着いて。お願いだから。だったら父さん、俺のこと分かろうとしたかよ。俺たち若いやつの気持ちを分かろうとしたことが一遍だってあったかよ。父さんみたいに言い訳のできる時代に生きちゃいないんだからな。俺たちは戦友会で愚痴聞いてもらうようなわけにはいかないんだからな。平凡な生活が苦しいと感じる人間のことなんか、これっぽっちも考えたことなんかないだろう。黙れ。俺がいつ言い訳した。いつ戦争を言い訳にした。お願いだからやめて。話せって言ったんだよ。慎吾も。そりゃ戦争は大変だったかもしれないさ。だけど父さん、戦争終わってから何してきたよ。今まで何してきたよ。息子に何か言えるような生き方してきたのかよ。慎吾、それ以上もう言わないで。俺はね、毎日くたびれた顔して会社と家を往復してる父さんしか知らないよ。それで定年になって、万年課長で定年になって、その腹いせ息子にぶつけて、それだけの人生じゃないか。惨めなもんじゃないか。それでも平凡がいいかよ。そんな惨めな平凡がそんなに大切かよ。くそー、言わせておくか。お父さん大丈夫？お父さん。やるんだな。お父さん、お父さん、やめてね。のぎ。
たん。くそくっこんやろ。シンゴ。くそこの頑固親父が。やめて。シンゴやめなさい。死んじゃうわよね。お父さんが死んじゃうわよ。やめなさい。シンゴ。お父さん大丈夫？お父さん大丈夫？ねえお父さん、慎吾。振り向けばどこかにおぼろな影がある。どうしたいその傷？うん、あ、これかちょっとな。いや、なんでもない、なんでもない。それよか、滝田、乾杯しよう、乾杯。おう、そうだな。じゃあ、俺は晴れて都落ちする羨ましき老兵にだ。俺は、そうだな、スモッグの都会で老体に鞭打って働き続ける哀れなロートル社長にだ。じゃあ、東京最後の夜に乾杯、乾杯。ちょっと待てよ。どうしたんだよ。こんな夜になんだよ一体。ついてこいってどこ行くんだよ。黙ってついてきなさい。お母さん歩きたいの。一緒に付き合いなさい。なんだよ、何怒ってんだよ。怒ってるわよ。当たり前じゃないの、泣きたい気持ちなのよ。昨夜のことかよ。見損なったわあんた。あんなひどいこと言うとは思わなかった。待てよ、そりゃさ、そりゃ昨夜はさ、俺もちょっと言い過ぎたって。でも父さんだってさ。あんたなんて言ったか覚えてる？惨めだって言ったのよ。父さんの人生惨めな人生だって。父さんに言ったつもりだろうけど母さんぐさっと来たわ。自分のことみたいに答えたわよ。母さんのことじゃないさ。同じよ、同じことよ。何十年も父さんと一緒に生きてきたのよ。同じ人生歩いてきたのよ。どこが違うの？同じよ。そう思ったらお父さんの気持ちわかるわ。あんたにあんなこと言われたお父さんの気持ち痛いほどわかるわ。だからそのことは謝るけど。そんなもんじゃないわよ、絶対。あんたに何て言われようと今日までこうやって生きてきたことを素直に褒めてやりたい心境なの。よく頑張ったって。どこまで行く気なんだよ。どっか高いところへ登りたいの。高いところ？どこだよ。どこだっていいわよ。東京中が見渡せるようなところ、よく見ておきたいの。父さんや母さんが暮らしてた町をもう一度よく見ておきたいの。そうして言ってやりたいの。人間だけじゃなくって植物や動物や今生きてるもの全部に言ってやりたいの。何かを。何かって？何かよ、言葉じゃない。何かよ、生きてるもの全部を認めてやりたいの。褒めてやりたい気持ちなのよ。晴れた空、そう読む風。なんだよ、歌ってばかりじゃないか。で船の何かあったんじゃないのか。ドラの寝たなし、別れてぷを笑顔。ま、行こう。なあ、滝田。ん？終戦の時のことを覚えてるか？終戦？ジャワにいた時のことか。正式に聞いたのはアル島だ。おお、そうだった。ちっぽけな島だった。ジャングルだけで他は何にもないな。あの時は妙な気分だった。地図広げてボケーってしてた。遠くまで来たもんだなーなんて感心しちまって。アラフラ海の向こうはもうオーストラリアだ。
日本が本当に小さく見えて信じられなかったね。そうだった。なんだか自分たちはバカバカしく思えてきたことを覚えてる。こんなに遠くまで来てどうするのかって思ったね。こんなとこまで来てで日本に帰ってで何をするのかって思った。その後二人で泳いだろう。そうだ、裸になってやたらに泳いだ。夜が明けるまで海にいた。どういうのかね、ありゃ。わからんね。喜んでいいはずなのにお前しんみりしてた。お前だってこれで南十字星が見えなくなるのかとかなんとかおかしかった二人とも。そんなこと言ったかね。今から考えりゃバカなもんさ。あんな島に本当に敵が上陸してくるって信じてた。本気で守ってたんだからな。しかしそのおかげで俺たちは助かったんだからな。ああ。だから今日までこうして生きてこれた。ネオン綺麗ね。へえ。こんないいところあるのね。公園なのこれ。まあそんなもんさ。この町で誰も彼も一緒に夜を迎えてるなんてなんだか不思議な気持ちね。こんなこと聞いたらおかしいけど。何？母さんなんで父さんと結婚したのさ。え、どうして、どうして急にそんなこと聞くの。どうしてってわけじゃ、なんとなくさ、なんとなく今そう思ったから。忘れたわ、昔のことなんか。それに見合いだし特別どうってことないわよ。ロマンスなんて時代じゃないもの。でもなんかあるだろ、きっかけが。うん、そうね。そういえば面白いことあったわよ。見合いの前にね、一度父さんうちに来たことがあるの、田舎にいた頃。それでね。なんだよ一人で。父さんね、玄関で黙って母さんの顔じっと見てるの。挨拶もしないのよ。そして急に破れたズボン突き出して、これ直してくれってそう言うの。それだけ言ったらスタスタ帰っちゃうのよ。他に何にも言わないのよ。初対面で。そう、驚いたわ。要するに母さん試したのよね。でも不思議と腹が立たなかった。今から考えればそんなとこに惹かれたのかもね。へえ、味なことやるね父さん。母さん単純だったから引っかかったの。でも本当は周りの反対が多かったの。年もだいぶ違うし、それに。それに評判悪かったのお父さん。仕事何度も変わって落ち着かなかったし、戦争から帰ってからずっとそうらしかったわ。だからやめとけって、苦労するから。それでも一緒になったわけ。うん、箱入り娘だったから分からなかったのね、苦労が。結婚してもお父さん全然変わらなかった。いくつもいくつも仕事変わって、落ち着きそうになると辞めちゃうの。迷ってたのね、焦ってたのよ。なくしたものを一度に取り戻そうとしてるみたいだった。見てて痛々しかったわ。へえ、そんな時があったの。そう、そんなことが長く続いたわ。本当に長かった。お父さんは世の中の流れにまるで乗れなかった人よ。もっと違うところで必死だったの。結局は何もできなかったけど。でもそれが平凡なら平凡ってのも苦しいことよ。楽じゃないわよ。後悔したことないのかよ今までに。バカね、そんな風に思ったことないわよ。感じないのよ、箱入り娘だから。わかるの、なんとなくお父さんのそういう気持ち。正直な人なんだなって思うわ。憎めないのね。そういうとこ、お父さんのそういうとこ、母さんちょっぴり尊敬してるわ。息子が帰ってきた。息子って慎吾君がかい。ああ
昨夜な女房が無理に引っ張ってきた。そうか、いいとかあるじゃないか。それで、うん、それでどうした。なんていうか派手にやっちまった。派手って何を。何って、うん、つまりなんだ。まさかお前その傷。ああそうなっちまった。そうか、そうなったか。そんなつもりじゃなかったが、そうなっちまった。百に下がったんだ。おう、たくましくなってやがった。俺の知らんところで勝手に成長してやがった。正直言って驚いた。それが百に下がった。そうか、戦争言い訳に生きているってやがった。おう、惨めな人生だって言われた。それでカーッときた。そうか、それでどうだった。コテンパンだ。かなわなかったね。抑えられたら動けなかった。そうか、やっぱりダメかい。あいつ泣いてやがった。俺殴りながら泣いてやがった。おかしいね、なぜ泣くのかね。そうかい、泣いてたか。どういうのかね、あれは。うらやましいね、親父殴りながら泣けるなんて。いいね、優しい証拠だよ。優しいか、どうかね。あいつが優しいかね。鳥取で父さんと一度ボートに乗ったことあるの。結婚して何年か経ってからだけど、それまでどこも連れてってもらったことなかったから嬉しかったわ。母さん一人ではしゃいでた。でも父さんは黙ってオールこいでた。1時間も2時間も何にも言わないでただこいでる。何を考えてるのかって思ったけど、今なら母さん分かるような気がするわ。重さよ、オールの重さ。自分の生きてきた重さ、一緒に生きていく母さんの重さよ。それ噛みしめながら漕いでたのよ、きっと。慎吾、うん、その時あんたもう母さんのお腹の中にいたのよ。ある晩ね、そうちょうど今頃の季節だったわ。母さん寝苦しくて目が覚めたら父さんもあんたもいないの。びっくりしたわ、慌てて探したわよ。そうしたらね、裏の畑のところでお父さんあんた抱いて子守歌歌いながら一人ポツンと立ってるの。月がすごく綺麗な夜でコスモスがあたり一面に咲いてたわ。父さん母さんの方向いて、月にはコスモスがよく似合うね、こいつはこの花見ると不思議に泣き止むぞって、そういうの。それでね、それで俺はこれからこいつのために働くって、働けそうだってそう言った。母さん今でもその時のことだけは忘れられない。それからよ、東京へ出てお父さん本気で働く気になったの。秋田、俺たちの戦後ってのは一体何だろうね。いろんな夢全部子供に預けて、ただ働いてきて定年になって、
そしたら子供に惨めな人生だって言われて、で殴られて、それが俺たちの戦後ってもんかね。そんなもんかね。まあ子供に胸張って言えるような人生を送ってきたわけでもないが、若いやつに言葉で伝えられるようなつまらん人生とも言えんさ。いいじゃないか。やがてはわかるさ、新国にだって俺たちの姿は自分にもいつか来る現実だってことが。それもそうだ。それもそうだな。歌えよ、今日は歌え。あ、歌うぞ。晴れた空、風、母さん。ん？もう遅いから行こうよ。明日早いんだろ。だからねえ、母さん分かってほしいのよ。父さんにだってあんたと同じ時代があったんだってこと。そりゃあんたみたいにキラキラしてないけど、それでもそういう時はあったのよ。それ分かってほしいのね。戦争終わって、だから青春とは言えないけど、でも父さん必死に生きようとしてた。父さんは父さんなりにそういう時代があったのよ。それだけは母さん分かってほしいの。お願い。俺行くよ。先に帰るから。明日見送り行かないからな。仕事だから。元気で暮らせよな。父さんに。慎吾、待って。分かってほしいの。お父さん、もう寝たの？なんだ。うん、別になんてことないけど。いよいよ明日ね。明日帰るのね。ああ。どんな気持ち？別にないね。それよりお前はどうなんだ？俺一人で決めちまったけど。なんだか昔に帰れるみたい。昔に？そう、二人とももう一度若い頃に帰れるような、そんな気持ち。帰れるかね。帰れるわよ、きっと。昨夜のお父さん見てたらそんな気がした。昨夜の？どういうことだい。慎吾に向かって行った時のお父さん若かったわ。30年前と同じだったわよ。必死な顔してさ。ちょっとよかったね。うん、そうかね。でもなぜ？ん？あんまり抵抗しなかったじゃない。そう見えたかね、やっぱり。なぜ？なぜかね、あいつの顔見てたらな、なんだかやられてもいいような気がしてきた。負けてやりたくなった。変なもんだ。そう、そうなの。殴られながらこれでいいんだって思ってた。こいつのためにはこれでいいって。わかるわ、なんとなく。わかるかね。慎吾にだって伝わったと思うわ。あいつに？あいつにそれがわかるかね。そうかね。
103号岡山行きが発車します。早くしないか。分かってるけど、お父さん歩くの早いから。原発から白線の口が方は車内にお入りにならないようお願いいたします。なんだ、そわそわと。え、ああ、もうすぐ発車ね。誰か来るのか。うん、そうじゃないけど。あ、なんだ。慎吾よ。慎吾が来たのよ。慎吾、こっちこっち。こっちよ。父さん、父さん、忘れろよ。なんて言ってるのよ。俺のことなんか忘れちまえよ。忘れちまえよな。分かったのかよ、父さん。なあ、分かったのかよ。俺のことなんか忘れて、母さんをよ。母さん、大事にしろよな。父さん、聞いてんのかよ、父さん。慎吾様、その後おかわりありませんか。こちらはようやく荷物が片付き落ち着いたところです。父さんが寝てからこの手紙書いてます。鳥取はもうすっかり秋の気配です。やっぱりあの頃と同じようにコスモスが咲き乱れる懐かしいふるさとの夜です。それを見て父さん、あの時のこと忘れたのか、月にはコスモスがよく似合うなぁなんてまた言ったりしてます。でもそんな父さん、どことなくなんとなく嬉しそうです。母さんもなんだか昔の頃に、若かった頃に帰れるような、そんな気持ちです。東京もこれからだんだんと寒さに向かう折、風などひかぬようにしてください。それから後になりましたが、お見送り本当にありがとう。きっと来てくれると母さん信じてました。感激しました。でもあなたが最後に言った言葉、聞こえなかったのがとても残念です。なんて言ったのでしょう。でも聞かないことにします。なぜならそれを想像しながら暮らしてゆくふるさとの日々はきっと楽しいと思うからです。それでは今日はこの辺で、くれぐれもくれぐれもご自愛のほどを。親愛なる慎吾様へ、母より。杉原邦彦作「コスモスのことづて」。ただいまの出演、北村映像、市原悦子、中村忠、西山達夫、以上の皆さん。技術、西海誠一、効果、野村徳七、演出、岡田邦弘でした。